どこで撮ろうか。せっかくだから景色のいい場所がいいよね。景色のいい場所、街の中じゃなくてフィールドの方が。まずは撮影場所を探しに行くか。はい、3人で空のお散歩ですね。ゆいちゃんすごく楽しそう。早速出発です。なかなかピンとくる場所がないな。なんだかこの辺のフィールドを閑散としてるよ。別の場所を探すか。どうしたの？あれ、見てみろよ。クエストが発生してますね。なんでこんな人気のないところに NPC が立ってるんだろう。ちょっと、様子見てくれ。あ、ちょっと、キリト君？行っちゃった。パパはこういう珍しいクエストに目がないですからね。もう、キリト君ってば。ゆいちゃん、ごめんね。いえ、みんなで冒険するのも楽しいです。私はパパとママとまたこの世界で一緒にいられるだけでとっても嬉しいんです。うん、私もだよ。写真はいつだって撮れます。だから今はパパのところに行ってあげましょう。そうだね。キリト君、置いてかないでよ。ごめん、つい。それでクエストやるんでしょ。え、いいのか。はい、みんなで挑戦しましょう。キリト君よりずっと大人だね。それじゃあ、お言葉に甘えて。 NPC が困っているみたいですね。パパ、話しかけてみてください。わかった。どうしたんですか。ああ、若者よ、話を聞いてくれるか。はい。以前はな、ここら一帯は美しい自然に囲まれた村だったのじゃ。しかし今ではこの有様、水が干上がって大地は、それもこれもあいつが現れてから川の水がせき止められてしまった。若者よ、どうか怪物を倒し。なるほど、討伐系。わかりました、任せてください。おお、ありがとう。その怪物はどこにいるんですか。ああ、もともと川の上流だったところに居座っておる。気をつけるんじゃぞ。会話が終了したみたいだな。地面の傾斜的にあっちの方ですね。よし、行ってみよう。あそこにいるのが例の怪物か。川をせき止めるだけあってかなり大きいわね。あのモンスターは体が大きいので、一撃一撃をちゃんと見極めてステップで避ければ大丈夫だ。そうなんだ、ゆいちゃん、ありがとう。パパとママのことを全力でサポートします。ゆいがいると心強いな。さて、行くか。うん、はい。ワクワクするな。
残りの体力に気をつけるんだ。まだ余裕だぜ。しまった。無理はするなよ。以上に手強かったな。やりました。やった。ああ、あれ、何、おかしいな。他にも怪物がいて、そいつらも討伐しなきゃいけないだろ。いえ、その必要はないみたいですよ。なんだ、いきなり地面が揺れ始めたぞ。地震来ます。3、2、1。いきなり地面から水が吹き、びっくりした。何かが爆発したかと思ったわ。これで川は元に戻って、
クエストクリアですね。まさか最後にこんな仕掛けがあるとは思わなかったな。本当だよ、びっくりして腰が抜けちゃうところだった。パパ、ママ、あれ見てください。あ、虹だ。わ、すごい、吹き上げた水のおかげでできたんだな。わあ、私、初めて虹を見ました。すごく綺麗ですね。 VR 世界とは思えないくらいだよ。ああ、そうだ。どうしたの？ここで家族写真撮らないか？もうこんなに綺麗な虹は見られないかもしれないしさ、記念にちょうどいいだろ。はい、賛成です。もう、さっきまでクエストのことしか考えてなかったくせに調子いいんだから。そうと決まれば虹が消える前に撮るぞ。ユイとアスナ、ここに立って。わかった。ユイちゃんは私とキリト君の間ね。はい。それじゃあ行くぞ。はい、チーズ。ちゃんと撮れた？ああ、バッチリだよ。ユイが喜んでくれてよかったよ。ユイちゃん、これからも家族3人でたくさん写真撮ろうね。